ここ1ヶ月半勝ちがついていないイーグルスの先発は田中将大です。立ち上がりご覧いただきます。まずこの近本の当たりをサードの茂木がよく取りました。中野三振2アウト。3番のマルテを迎えます。いい当たりでしたけれども、島内が追いついて立ち上がり3人で終えるピッチングでした。タイガース先発はルーキーの伊藤将司です。立ち上がりです。2アウトからチャンスを作ります。イーグルスは浅村フォアボール、島内ヒットで2塁1塁、先制のチャンスでしたけども、ここは岡島がショートゴロ、伊藤将司が踏ん張ります。0対0で4回です。田中3回パーフェクトで、そしてこの回2アウトから今日初めてのランナーフォアボールで出して、4番の大山、右方向へ先制のツーランホームラン。大山の今シーズンの第8号先制のツーランホームランが出ます。さあそしてその裏、イーグルスにも4番に一発が出ました。島内がセッターバックスクリーンへ、今シーズンの第10号ソロホームランで1点を返します。2対1。5回です。田中の方はツーアウトランナー3塁1塁とピンチを迎えて、一塁ランナーの中野がスタート。キャッチャー太田から素晴らしい送球が二塁に送られました。太田の肩でピンチを脱しました。6回です。田中のピッチング、先頭のマルテ三振、大山の三振でツーアウト。そして佐藤輝明を迎えます。照明は膝元の難しい球、宇宙間スタンドへ豪快な一発を叩き込みました。今シーズンの第16号ソロホームランで3対1とします。この後田中ピッチを迎えましたけど、このピンチは脱しました。7回です。田中この回もマウンドに上がって近本を打ち取って、結局田中は7回109球3失点でマウンドを降ります。さあタイガース先発伊藤将司の方も終盤7回マウンドに上がります。ツーアウトを取って太田サードフライ、伊藤将司も7回114球1失点という内容、勝ちの権利を持ってマウンドを降りました。8回は安楽です。このキャッチャーの太田、素晴らしい肩を見せました。3対1イーグルス、2点を追いかけてマウンド上には8回2番手藤浪、その藤浪を攻めて2アウトランナー2塁1塁、チャンスを作りましたけども、4番の島内ファーストゴロ、ここはあと1本が出ませんでした。さあそして9回は内間です。ノーアウト満塁のピンチを迎えます。2本のヒットフォアボール、そして代打原口に押し出しのデッドボール。タイガースが1点追加して4対1。でこの後ワンアウトを取って1番の近本、近本は右中間を破ります。3点タイムリースリーベース、そうジャストになりました。3点追加7対1。マウンド上には西口上がって、打席木浪、ここは木浪がライトスタンドで今シーズンの第1号ツーランホームラン。この回タイガース6点取りました。そして3人目エドワーズが最後9回抑えてゲームセット、9対1イーグルス連敗、タイガースが5連勝となりました。